国の最も重要な統計である国勢調査が綱渡りになっている調査票の配布や回収に職員を借り出す自治体もあり、全面的な民間委託を求める声が上がる。総務省は次回2025年に向けて津々浦々に郵便局網を張り巡らせる日本郵便に協力を要請する方針だ。調査員は自治体ごとに確保する。20年に活動した全国約61万人の6割近くは自治会などからの推薦者だった。その頼みの自治会も地域コミュニティの希薄化で加入者が減り、高齢化も進む。日本経済新聞は東京23区と政令指定都市20市へのアンケートで現場の実態を探った。20年の調査員は計185,376人で15年から 6% 減った。平均年齢も上がっている。東京都北区は 77.5 歳と10年前に比べて23歳も高くなった。東京都世田谷区は20年調査で職員約600人を借り出した。正規職員の1割に上る規模が日々の仕事の傍ら定時後や休日に調査票の配布などに当たった。次回25年は1000人程度に膨らむ可能性があるという。4割超の19区市は調査票を回収できない場合に必要な近隣住民らへの聞き取りを省いていた。不安の軽減が大きな理由だった。東京大学の肥後正弘教授は高層マンションや外国人住民が増加し、都市部を中心に聞き取りがどんどん難しくなっていると語る。総務省は聞き取りを合わせれば回収率は 100% と謳ってきた。現実には非回答世帯が増え、聞き取りもできていない。自治体が広がる。国勢調査の信頼性に傷がつきかねない事態だ。これまでなぜうずもれてきたのか。18年厚生労働省の毎月勤労統計で全数調査が必要なケースをサンプル調査で済ませていたことが発覚した。その後の政府統計の一斉点検で国勢調査の聞き取りの問題は見つけられなかった。総務省は国側の手続きをチェックした。自治体の実務は対象ではなかったと釈明する。国勢調査の膨大な作業を担う自治体からは全面的な民間委託を求める声が上がる。千葉市は全面委託を最終目標とした検討を時期を定めて進めてほしいと訴える。東京都大田区や広島市も同様の主張だ。総務省はこれまで部分的に民間委託を進めてきた。高層マンションや社会福祉施設については15年管理会社や運営会社の従業員が調査を担える仕組みを整えた。60万から70万人の人手がいる調査の全面委託はハードルが高い。総務省は手を挙げる事業者はまずいないと否定的だ。代わりに期待するのが民営化した日本郵便だ。全国に郵便局があり、正社員だけで17万人いる。次回25年に向けて近く協力を呼びかける方針だ。根本的な問題は人手頼みの昔ながらの統計の持続可能性だ。中央大学法科大学院の野村修也教授は国が全ての調査票を回収することに固執して改革を怠ったことが歪みを生んだとの見方を示す。対面を前提にした聞き取りは時代に合わなくなっている。構造的に無理のある調査手法を見直す時期に来ていると提言する。ご視聴いただきありがとうございます。本日が皆様にとってますます良い一日となりますことを心よりご祈念申し上げます。